ファラ83は1980年代にアルゼンチンで設計、製造された昇降系自動小銃である。本銃は1980年代初頭にアルゼンチン国営造兵省が同社でライセンス生産し軍によって運用されていたフルを更新する目的で設計した。試作型は1981年に完成していたものの 国家再編成プロセスによるアルゼンチン国内の混乱のため、量産体制の確立は1984年以降まで遅れることとなった。1980年代以末にカルラス・メネムが大統領に就任すると、メネムの新自由主義的政策の一環として、コンドロミサイルや国産戦車の担当をはじめとする複数の国産兵器開発、製造プロジェクトが停止された。 ファラ83の生産ラインも例外ではなく1193丁が完成した時点で量産体制が凍結された。なお、1990年からは製造が再開されている。製造されたファラ83はアルゼンチン軍に配備されたガフルをすべて更新するには至らず、現在は副次的な装備品として運用されているとみられる。ファラ十三は イスラエルの IMI ガリルの設計思想に影響を受けて開発されたため構造や機能にはガリルとの類似点が見られる。装備されたストックはフルパラやガリル56から2式自動不りに似た金属製ストックと AR-18 に似たストックの2種類が存在する。標準機は折りたたみ可能なトリチウムサイトが採用されている。 使用する30連発箱型弾装は、初期のベレッタ AR70、90のものと互換性がある。セレクタは、アンビタイプでグリップを握った、サイの親指位置にあり、連射、単発、セーフティの3ポジションから選択する。アルゼンチン軍で採用。COD、ブラックオプスコールドウォーシーズン2のティア15で獲得可能である。ありがとうございます。